作り山運動の痕跡とされた地層対作り山運動とは大山脈や古城列島を形成するような地殻変動のこと。このような増山運動が起きた地域を作り山帯と呼ぶ。かつては山脈を構成する地質の特徴から、地層者が何らかの力により隆起に転じて山脈を形成したと考えられてきた。隆起させる力としては、欧米では地球の自転や 地球の冷却、収縮による水平圧力であるなどとされ、日本では軽調質化生活動によって形成された加工岩質マグマによる浮力であると説明された。前者の考えでは必ずしも全ての地高者が作り山運動を起こすわけではないが、後者では地高者は必然的に増山運動を伴うことになり、これを特に地高者作り山論と呼んでいた。しかし、 それらの考えでは説明できない事例が少なくなかった。メキシコ湾にはミシシッピ側から流れ込んだ土砂の体積が1万5000メートル以上に及んでおり、またベンガル湾でもガンジス川がヒマラヤ山脈を削って流し込んだ土砂が500万立方キロメートルもあるが、いずれも作り山運動の兆しはない。プレートテクトニクス理論が登場してからは、 プレート運動による山脈や古城列島の成因が論じられるようになり、大陸プレート同士の衝突、流気による山脈の形成、海洋プレートの沈み込みに伴う火星活動による塔庫の形成、ホットスポットの活動による宮間列の形成などが考えられ、以前の地行舎に由来する作り山運動論は支持を失っている。日本では 地球物理学の分野は早期にプレートテクトニクスを使用したが、地質学の分野は1980年代までプレートテクトニクスの使用に抵抗した。以下では、地公社作り山論による作り山運動について記述する。地公社作り山論では、作り山運動の過程には次のようなサイクルが存在するとされていた。このサイクルは作り山輪廻と呼ばれた。 第一段階大陸の周辺に位置する浅い海底では、大河によって陸地から侵食されて運ばれてきた砂や、泥等の厚い堆積層が形成される。これを地層車と呼ぶが、地層車は堆積物の重みで沈降するので、海が埋められて陸化することはなく、最終的には海底に1万メートルを超えるほどの地層ができる。第二段階こうして、深い海の堆積物と浅い海の堆積物が、 複雑に重なり、基盤となる下方の地層を押し下げるように堆積した地高斜層が、速報から強く圧縮されて一部に終極山脈が形成され始めると、圧縮力により、周辺の地高斜に複雑な断層や堆積運動が起こる。さらにこの圧縮力により地下深くの溶けた岩石が、マグマとなって貫入し、加工岩類が生じる。第3段階その後、 地高射体積物を圧縮していた圧力が低下すると、共に広範囲に流気による高い終極山脈が出現する。山脈は風雨による侵食を受けるが、山脈を形成する物質は、周囲の近くより密度が小さいため、侵食を上回るほどの流気速度を維持し、2億年ほどはその形状を維持する。流気運動が収まってくると、以後は風雨による侵食作用によって、 次第に低くなり、ついには純平原となり、大陸海の一部となって安定し、その周囲で新たな増山運動が生じる。古生代後約6億年前以降、全世界的に以下の作り山運動機があったとされた。この3つの作り山運動に識別されていた。現在見られる、大山脈のすべては、アルプス増山運動によってできたものであるとされた。ありがとうございます。